まずは赤い折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて下の部分を今ついた折り筋に合わせて折ります右の上側も同じように折ります 今度は左の上側も同じように折ります左の下側も同じように折りますこれを縦にして半分に折ります 開いて下をこのひし形の真ん中に合わせて折ります折ったものをさらに下を横の筋に合わせて折りますこれを開いて下の部分をこの今ついた折り筋に合わせて折ります この先っぽを下に下ろして、次は上側を同じように中心に合わせて折ります。それをさらに横の筋に合わせて折ります。開いて、この部分を今ついた折り筋に合わせて折ります。 こちらはここれで一遍開いいてしまいます。この状態で横にして今度はこの部分をまっすぐ折ります角をしっかり合わせてこのように折ります上側も同じように折ります たら縦にして、この部分を一度上に開きます。この状態で、この部分真ん中を1センチぐらい残して、両側から切ります。こんな感じです。これを。 細く折ります。真ん中よりも少し深めになるような位置で、こんな感じに折ります。反対側も同じように合わせて折って、こんな風になります。次に大体の位置でいいんですが、横に先っぽを折って、 折ったものをさらに上に折り返しますこんな感じですひとまずこの開いている部分をすべて糊で固定します次に画面側を折っていきます 折るっていうか切り出すんですけどまずは四角に半分に折りますこの折ったものをこのスマホの紙に合わせてだいたい端っこから二ミリぐらいの位置で折り目をつけます折り目をつけたらその折り目にそっ で切り出します切り出したものを横にして一度半分に折ります折ったらこの部分を角をハサミで小さく切ります少し丸くなるように切りますこれを広げるとスマートフォンの カメラの部分の位置になります。これをのり付けして貼り合わせます。次にスマホロトムの顔側を作ります。まずは赤い紙をコンパスカッターで切り出します。直径4センチの円を切り出します。 次にそれから3ミリだけ大きく4 3ミリの黒い円を作ります。これを十字に折ってスマホの真ん中に黒を貼り付けます。その真ん中にさらに一回り小さい赤を貼り付けて次に目の部分を作ります。 半分に折った白い折り紙に目になる楕円形の部分を描きますこんな感じかなこれをハサミで切り出します切り出したものを 円にのり付けしていきます大体いいこんな感じの位置かなきれいに左右対称の位置にくるようにこんな位置で貼ります。 次に口の部分を切り出します小さく切った紙を小さな三日月状に切って一度あてがって確認こんな感じです。これをのり付けします。 あとは水色のペンで目の中心を描きます赤のペンで歯と歯の間を描いて黒いペンでスマホのカメラを描きます白いペンでレンズを描いて これでスマホロトムの完成です。